ただいまスタートしましたレースは、レースナンバー43、男子ダブルスカル予選7組、対岸より2レーン、福岡県八幡工業高校、3レーン、岐阜県加茂高校、4レーン、福井県若狭東高校、5レーン、東京都小松川高校、6レーン、大阪府清風高校、7レーン、山形県久方高陵高校、以上6クルーです。このレースの1位から3位までが明後日5日に行われます準々決勝に出場します。レースナンバー43の 500m 通過順位は、4レーン、2レーン、6レーン、3レーン、5レーン、7レーン、以上の模様です。50m を通過しました。今全クルーがフィニッシュラインを通過いたしました。正式な順位および結果は記録掲示板へ貼り出しますのでご確認ください。